<laughs> えと池松です、えー、初日から本当にありがとうございます、なんかこうして、えー、秋晴れの日に、えー、ようやく無事に初日を迎えられてとても嬉しく思ってます、えー、こうして初日に足を運んでいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます 続きまして南のバンド仲間でもあるピアニストチカコを演じられました中リーサさんです。はい、皆さん <laughs> 皆さんこんにちは今日はえっ、ー、とお越しいただきありがとうございます、えー、本当にあの今日はですねまあ、ピアニストをやくということですごくシンプルな衣装で登場したんですけどもいかがですか <laughs> はいではよろしくお願いします。 ありがとうございます素敵でございますさあ続きまして謎の男あいつ役を演じられました森田剛さんですこんにちはえー、森田です、えー、緊張してますが、えー、皆さんの顔が見れてすごく嬉しく思います僕自身もあの参加できてすごく嬉しい作品なので今日は短い時間ですがよろしくお願いします ありがとうございます続きましてヒロシと才能を認め合うサックス奏者の圭介を演じられました松丸圭さんです松丸圭です、えー、僕も演じた役と同じようにサックスを普段演奏しているので、えー、そうですね。まさか自分が映画に出るとは思ってもいなかったんですけど、えー、こうして初日に、えー ご一緒できることを本当に光栄に思います、えー、舞台挨拶頑張りますありがとうございます松丸さん舞台挨拶初めてなんですよねはい。どうですか緊張などは、えー、今年一緊張してます大丈夫ですこちらのベテランの方々が助けてくださると思いますのではいよろしくお願いいたします そして、この映画の監督を務められました。富永正則監督です。どうもご来場ありがとうございます。監督富永と申します、えー、今日はあのたくさんあの皆さん見ていただいて、えー、大変嬉しく思っております。えっ、ー、とこの映画を作るのに何年もかかりましたので、あのまあ、ま行け君とはもう45年、この映画を作ることを話し合ってきたので、えっ、ー、と皆さんがあの？ 今見終わったばっかりの皆さんの前でご挨拶できるのが、えー、と楽しみにしておりました、えー、今日よろししくお願いしますこれは監督自身も映画館で、ね、見てもらいたいという思いがたくさんあってお作りになられた作品だったかと思いますけれども、道のりを思い出してみて、いかがですか。はい1年ぐらい前にみんなで撮影しましたね。 あの映画の中では銀座という設定ではあるんですけども、まあ、この辺も銀座の隣ぐらいですかね、えっと、よく見ると本当の銀座が映ってるんですけどもほとんど他の町で撮って何かあの、えっと、映画ならではというか、まあ、映画はやっぱり嘘でできてますのでどうにかこの銀座でないところを 銀座でれ何かそのロケに関しても登洋人物の,その存在感に関してももうあのほとんど嘘っぽい作品だったと思うんですけれどもあのその人物が持っている気持ちはあの1988年の銀座っていう設定ではありますけれども今に通じる生々しさがあるんじゃないかと思っています。 はい、ありがとうございます。本当に今回おめでとうございます。池松さんは念願の富永組に参加されて、こうやって映画制作をご一緒されてって、今初日を迎えて改めてどんなお気持ちですか？いやー、もうあの胸いっぱいと言いますか。か、えー 本当にこう、まあ、改めてですけど、えー、長い期間をかけてこの映画をあの今日世に送り出してくれた富永さんに心から感謝してますし、えー、こうやって共演者と、まあ、ここにいない人たちも含めてあのたくさん刺激をもらって、えー、自分も演じることができて、えー、とても幸せでしたそして今日大スクリーンでお客様が、ね、池松さんが ゴッドファーザー I のテーマを演奏するとこを見たわけでございます。そうですね。あの指に指から血が出るぐらい練習しました。嘘です。<laughs> え皆さんね、池松さんだから一緒にえって思っちゃったかもしれませんけど、でも中さんはどうでしたか？今回この作品に参加されてみて、えっと富永さんのは二回目で本当にあの。 すっごい高校生だっなぜで,、ね、<う>でしたっけ私多分19歳ぐらいだったじゃないですか。ですよね。2008年の今頃でしたね。はいそれ以来で「お久しぶりでございます」という感じですごく楽しいあの現場をあのまた体験できてあのやっぱりそうですね結構にぎやかな役が。 私は多かったのでこう,こういうちょっとあのムーディーな感じの作品に出れてすごく嬉しかったです、はい、しかも池松さんと、ねはい、同じシーンで一緒に、ね、ピアニストと役でしたけど共演してどうでしたか、うんはあ、すごい大俳優さんだって感じでした <laughs> <laughs> すいません、私本当にこんなこんな静かな舞台挨拶がちょっとし始め久しぶりだからみんながちゃんと喋らなきゃいけないのかなと思って、すいませんいつもヘラヘラしちゃうからごめんなさい、すいませんごめんなさい、はい、ことないですよ。池田さんどうでしたか？中さんと共演されてみて、いやー面白かったですね。あのー、やっぱこうあのー、こうこういう風にこういう風にっていうかこういう風に、うん。 あのすごい現場で真面目に真,真面目にそれ当たり前かすごい真面目で静かで <laughs> はい、ね、こう見えて静かなんですいやいやなんかやっぱりその多面的な方であの非常にあの役の解釈というかそこをついてくるセンスがやっぱ素晴らしいなと思って特に僕はあの見てもらった後なんであれですけど中さんが。あの シャカシャカやってるとこがやっぱりすごい好きですね。はい。ぎ <laughs>、最後の方のね。あれもシャカシャカを、ギぎろでしたっけ。ギロはい。すごい割り箸みたいなやつで、ずっとシャカシャカやってるんですけど。えー、<laughs> はい、楽しい。私に任せてって言ってね。あれをてはい。あれをやるっていう、なんかすごい。<え>そうなんさ、それのそれが、なんかシンプルすぎて面白かったです。<laughs> はい。 そうやって考えると本当にねセッションのところも皆さんねご覧になられてたわけでございますけれども松丸さんはどうでしたか今回のこの皆さんとのセッションとかねそういったものを体験されてそうですねまあそもそも映画に出たことがないのであの富永監督に誘われたのも2年ぐらい23年ぐらい前のライブで、えー、結構大きめのライブで終わった後にみんなうわーって感じで。 えーまあ、乾杯しながらで富永監督もいて挨拶しに行ったら「今映画を作ってるんだけど、えー、出てくれないか?」って言われて、まあ、とりあえず「はい」って言ったんですけど面白そうだったんでまあせりとかあるとか聞いてなかったし <laughs> <laughs> まあそうですね自分にとっては、まあ、とりあえず面白いそうなことには挑戦しようと思ってやってみた結果。 まあ本当に素敵な作品に関われたなぁと思いました演じるっていうのはどうでしたかあ,あもう全然客観的に見れてないんで、そこはもう分かんないです <laughs> <laughs> はい、ありがとうございます森田さんも今回ね、この皆さんとご共演されてみて<え>特にご自分の中でここは忘れられないシーンっていうのをもし一つ挙げるとしたらどこですかえっと まあ、いろいろあるんですけどでもなんか現場で起こったことと言いましたらなんかあの「あいつ」っていう役がこうすれ違う時にあの相手からこう見られてないというかっていうのはなんか監督の演出というかあのその場でこう言われたことでそこはい、す,ごすごく印象に残ってますねなんか悲しい気持ちになりました。 ですよね、なかなかそんな、ね、経験ないですよね。なんか無視されるっていう悲しさを味わいまし,た、ねはい、しかもあの、ね、池松さんとの、ね、ご共演シーンのラストの辺りのビルの、ね、合間のところの話も、ねはい、できるかと思いますけど、はい、あそこのシーン振り返っていかがでしたかお二人は。どうですか 結構遅い時間でしたよね。そうでしたね、うん、っていうか、やっぱこの映画がわりと外は夜,夜の話なので <laughs> 一晩の話なので結構、中以外は夜のシーンが多くてそれは大変だったかななんかありますかね。<laughs> <laughs> そ<う>やっぱあの目にお花をつけてる森田さん、いいですよね。あれは楽しかったですね。ね<え>はい 意味わかんないです、ね。ですね、突然、うん、超面白かった。<え>うん、あれは監督が思いついていたんですか？もう脚本の段階で。はい、あの脚本に書いてる通りに撮ったんですけど、あのまあセリフでえっ、ー、と人間っていうのはどんなひどいところでももう一輪の花を見つけ、まあ、この説明するのバカバカしいんですけど。<laughs> っていうことをそのあいつが言った後に振り返ったら花さ花が咲いててほらこんなふうにだよみたいなじゃっていうことじゃないですか説明するとバカバカしいんですけど <laughs> 一輪って言ってるのに二輪ついてる、はいね、面白いなとまあか片方だとねねかまあもうあのまたあいつが悲しくなっちゃうんで両方つけときました、ね、そう台本にちゃんと書いてありました,ました、ね、でもどうどうやるのかなと思って、はい、あの楽しみにしたんですけど 普通にこうお花の裏にこうセロハンテープがあったんででこうぎゅって押されるっていうまぶたに貼らしてもらったはいはいじゃ森田さん視界は見えない感じだったんですかあそうですはいそうですかじゃ出来上がった作品見た時のご自分の姿どうでしたかあでもすごく気に入っていますはいあれはまたね本当にすごいな素敵だなと思いましたけど池松さんもね今回松丸さんとのね 共演シーンもいろいろありましたけどここはすごい印象に残ってるぞっていう何かエピソードありますか松丸さんとは、えっと、もう最終日の2日間でまとめて撮ったんですねこの撮影の最終日2日間でまとめて撮ってこの映画の,ラス,あのラストに撮影したのが、えっと「俺は一体何をやってるんだ?」って言って南かな南が外にふらっと散歩しに行ってタバコ吸いながら散歩しに行って。 えっとたまたま通りかかったゴミだめに、えー、昔の友達があの路上で一人弾いていてでそこにたまたまその捨てられたピアノがあってそこでそのセッションするシーンで、まあ、そこでこういろんなことを、えー、その昔の匠先生のこととか思い出してその、まあ、ちょっと抜け出していくような本当にこうう人生の間のような。 あの何気ないシーンなんですけどなんかもうあまりにも好きでそのシーンがそ,のそこの音楽とそのシーンの組み立てが脚本でも好きだったけどやっぱ上がり見た時にうわすごいなと思ってうんすす。ごく気に入ってます、はい、結構長い間外で演奏したりしてたんですかあそ,このシーンはそうですね結構みんなで朝を迎えましたね。うん でも夜から撮り始めてるんであの,逆あのシーンは松丸くんと,、えー、と音楽監督の小賀入亜美君が実際にそういう即興演奏をしたんですねあの壊れたピアノを使ってでその小賀入君が弾いてる様子をビデオで撮っといてそれを池松君が見てでその手の動きを合わせたっていうことですね。いきなり当日しかも 引いてあの即興ですから小張君の手はちょっと練習しようがないものを目で覚えてもらって、はい、でちょそういう取り方をしたので,で一番難しかったんじゃないかなと思います最後の日に本当に確かに、はい、まあ結構一生懸命だったかもしれないけどでもほらあのこうタイミング大体この辺を触るとかその鍵盤を押すタイミングが分かってればなんとなくごまかせるというか。 大みまあ太鼓の達人みたいな感じですね。パンパン何,何をしますか <laughs> ね中さん。はい、そんなピアノのねやっぱりこう鍵盤をね大変ですよね。難しいですよ。私は一応ピアノってなんかウィピキウィキペディアになんか特技って書いてあるんですけどあ当てることしかしてませんから。<laughs> なんかよかった。ってあれちょっと。 ああれれ削除ししといて欲しいてですよねね <laughs> なんかね弾けると思われちゃってるからそ一回消ししといて欲しいててなって感じですね、はい、でもやっぱり今回の現場に入るのにね、うん、そこら辺ももう一回練習したりとかもしたんですよね。そうなんですよあの当てる練習弾いてる振りをどんだけだからエアギターみたいな感じですねかこうちゃんと体で演奏してる上手に見せるようにこうやってやってるだけど爪はギャルでした。<laughs> <laughs> <laughs> はいはい、いもうね松丸さんはそれを見ててどうでした皆さんの、ね、演奏シーンも見ることもしてたじゃないですかそうですすかそうね、えっと、僕が、まあ、現場2日間しかなかったんですけど現場入ってメイクとか足を割って衣装に着替えてでちょっと待機しててくださいって言われた時に、えっと、ピアノが聞こえてきたんですよね。で普通にあの その音楽監督のお帰えりさんは、まあ、知り合いなんで,で一緒に演奏も何回かしたことあるんですけど普通にお帰えりさんが弾いてるのかなと思ってあの、まあ、2階部分にいたんですけど下見てみたらあの池松さんが弾いてて本当にすごいいなって <laughs> 思いましたねあの、まあ、その正確に本当のジャズピアニスト見たいっていうよりはその。 音楽のその核の部分を捉えて、本当にあの息を吹き込んでるような演奏で。普通に聞いてて感動しましたね。それを森田さんもね。近くでご覧になったりしてたんですよね。あ、そうですね。あの撮影以外の時もなんか？ずっとピアノにこう。触れられていて、もう本当に。僕は普通にうわ。すごいなって。普通にあの引いてるっていう。 印象でしたね池松さんもねクリスタル K さんがまた前にいて皆さんでのそういうセッションもあったじゃないですか振り返っていかかがでしたかあのシーンはあののシーンはやっぱりそのこの映画でもね一番盛り上がるようなシーンですけど現場も本当に温まりきってましたねやっぱりすごいあのお芝居では感じたことのないその音楽映画の力やっぱ音にみんなが乗せられていく感じ。 でその人生が回っている感じ人生がその集っている感じああのー、なんかこう手応えがありましたね、はい、しかもクリスタル・ケイさんの歌声に合わせるですもんねそれはそれはいや,やっぱクリスタル・ケイさんの、ね、歌が素晴らしくて現場でも結構歌ってくれてたんですけど、はい、皆さんは他の皆さん聞けましたそれは ね、はい、もうすごかったです。わあ、クリスタル計算だーって感じでした。はい、すっげーって、すごかったですよ。はい、はい、森田さんどうですか？聞きました。あ、僕はなんかえー、っと実際生では聞いてないんですけど、あの映像でどうでしたご覧になって。あ、でも本物だっていう感じですよねやっぱり。 もうそこはやっぱり監督の願いがいっぱい詰まってたのかなと思いますけど「あそこのシ n o b ノーバディーノーズユーという曲なんですけれど古いブルースの曲で歌ってる内容は、まあ、ちょっと社会とか世の中に対してちょっと拗ねたような内容で,であの、まあ、どっちかというとネガティブな歌なんですけど それをあのみんな,なんか自分たちは今あ,のあんまり面白くないことをしてるけれどもちょっときょ今日は何かやってやろうぜみたいなシーンなのでそれを明るく演奏、えー、するというふうな形で尾がえるくんにアレンジしてもらってで皆さんにそれを理解してくれたのであのやっぱりそのクリスタルさんの,その歌い方にしても,もうすごいあの明るくで、まあ、やっぱりあの天性のあの その歌っている時の、あの可愛らしさっていうか、あれやっぱすごかったですね。もうカメラマンがもう、あの。えっと、と、撮ってて、これは絶対みんな好きになりますねっていうふうに <laughs>。やっぱそんなふうに言ってしまうほど、ちょっと現場が、やっぱ、やっぱ空、空気を変えてくれたというか。はい、なんか本当に、あのクリスターさんにやってもらってよかったなと思いますね。だってスクリーンからも、こう匂いが感じるっていうね。そういう作品でございました。さあ、ここでなんですけど。あの。 皆様ちょっと舞台冊恒例になるんですけれども一つお題を出させてくださいませこんなお題でございます映画の中で池松さん演じる南の俺は一体何をやってるんだとかと中さんが演じる近子の私は何をやってるんだろうというセリフがありますここで皆さんに質問ですご自身にとって最近自分は今何をやっているんだと思ったこと何かありますか というあの生活のこととか本当に些細なことで構いません。すっごい皆さん下向いてますけれども、お森田さんから逆に行きますか。いや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 あのたまたますみません持っちゃった。ここはもう池松くんがバシッと。<laughs> あ池松さんがいいって森田さんが言ってます。いやーなんかえー、なん割と俺は一体何をやってるんだって。 僕は日常的に結構思ってますねつつよく思うかなむしろそういうことが人生だと思っているというか<笑><笑>ええー、もう本当に個人的なこと今パッと思いついたことで言うと,、えー、とピアノの練習を半年間ぐらいやらせてもらってたんですねただその期間になぜか、えー、と他のものも準備していて えっと、フィギュアスケートとボクシングを三つ同時に習ってたんですよもう本当に俺一体何をやってんだと思ってましたあとはえっと僕なんかあのなんかじゃないあの仮面ライダーやったんですねでその後あの世界の大きく」っていう映画なんですけどうんこ運んでたんですねあのうんこ運びをやってたんですね江戸時代の。 でその後ピアノ触ってたんですね何やってんだろうなって思いましたね以上です、はい、確かに確かにそうでもそのフィギュアとボクシングとピアノは全部両立見事にしてたんですよねきっといやいやしてないしてだからもうそれぞれが伸び悩んでましたけど、うん、ボクシングは止まっちゃったんですけど、はいうん、何やってんだろうなと思いながらいやもう役者のプロでございますね、うん はいありがとうございます。さあではじゃあ順番通りでいきますと中さんんんになるるですね<っ> <laughs> どううだだろう何をやってるんだ私は休みの日にですねスケジュールをすごく詰め込みまくる癖がありましてあのご飯を食べる時間も惜しいんで朝から晩までもうブーって練り歩いてるんです東京中を。 それであのすごい最近はあの、まあ、最近はずっと続けてることは筋トレとかそのトレーニングをやってるんですけどなぜかその。 あの筋トレでニコルンはこれを8 0キロ持つっていう情報をトレーナーさんから聞いてニコルンは8 0キロ私は5 0キロ玉だっていうそれだからニコルン越えをしてやろうっていう謎のなんかちょっと日々行った時に何ちょっとずつ上げてるんですけどその時に私何やってんだろうっていうこれをね上げたところでニコルンにはなれないのになっていう風にこうにずっと思ってるって感じですね。 相当体脂肪とか少なくなってるんじゃないですか。いや、全然食べておりますので、プラマイゼロの生活をやっております。そうですはい、そろそろじゃあ八十キロはいけそうです。ニコルン越えしたいですね。えー、はい、祈っております。たまに。はい、ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。さあ、では、森田さん、いかがですか。これ、順番に聞くんですか。<laughs> はい、行ますよ。なかなか、きついですね。えー、っと。でも、僕、植物が。 好きなんであの特にお水をあげてる時が好きなんですけどなんかやっぱりにやけてしまうというかそのお水あげてる時にそうすると「いや気持ち悪いな俺」ってあの思っちゃうんですよね。でも植物好きなら分かると思うんですけど本当に水をあげてる瞬間が本当にこう自分も生きてるなっていう感じが。 するんですよね。だからなんか両方です。何やってんだろうなっていう気持ちとあの正しいんだっていうか、俺はこれでいくっていうのとなんかあの両方あります。はい。植物のどういう姿を見て嬉しくなるんですか。その水を与えてるときにうーん。説明難しいんですけどねうんあ。とにかく水が大事っていうことですね。あの。はい だから一番大事なことをやれてるっていうのがやっぱりあとまあ喜んでるってあんまり言うと本当にあの大丈夫かってなるんですけど本当に喜んでるのがあの毎日見てるとわかるんで以上ですそうなんですね他の皆さんも植物育ててるんですか育ててる人はカラス天才です。<laughs> <laughs> <laughs> ということは水をあげてないのかもしれないですね。うん、んかだからね、誰かあげてくれる人がいないから、業者。業者。プロに。<laughs> 森田さんは欠かさずってことですもんね。ってことは。うん、そうですね。はい。はい、ありがとうございます。さあじゃあ松丸さんどうですか。あ、植物ですか。<laughs> 何をやってるんだと、はい、<laughs> 思った時の何か思ったことは。 えとまあ、今まさにそう思ってるんですけど、えーとそうですね、撮影期間中あその撮影期間,期間1ヶ月ぐらいあったと思うんですけどそれに参加できなかったのがそのたまたまヨーロッパツアーがかぶっててそれで参加できなかったんですけど成田に着いてその次の日に北海道4日間演奏してでその次の日に。 撮影2日間だったんですよねでその時に、まあ、ヨーロッパツアー中もずっとセリフを叩き込んでて頭にまあ見,見開き2ページぐらいしかないんですけどあの、まあ、これは覚えたぞって思ったんですけどそのセリフがある唯一のシーンを撮るっていう時にあの時にというか本当に撮影が始まる5分前ぐらいに富永監督が「ちょっと台本化して」って言って赤い線を引き始めて。 気づいたら全部、全部のセリフに赤い線が引いてあって完全に違う言葉が書かれててこれを5分後にやらなきゃいけないっていうそのめちゃくちゃすごいプレッシャーを感じてたときに本当に何をやってるんだろうって思いました、ね、俳優初体験にもかかわらず、はい、それを監督がさらりとやられたと監督そうですね。 正反対の印象で記憶されてるのがちょっとびっくりしました僕あれで松村君喜んでくれたと思ったんですけど <laughs> 長かった政府をまとめてもう必要最小限にしてこれでどうって言ったらはいっていうね笑顔だったの、まあ、まさか心の中でそんなに困ってたと思ってませんでした、はい、<laughs> 楽しかったです、はいはい、困ってはいないですけど、はいはい、何やってるんだろうなとは何やってるんだろうなと <laughs> と思われてたというのを今日知ってびっくりしました <laughs>。親しい <laughs> はい、はい、ありがとうございます。じゃあ監督はどうでございましょうか。はいあの本当にケイ君が話した通りにあの撮影中はあの俺はっていうかあの俺らは何をやってるんだっていう風うなその集団ではいなんかそういうふうに思う時がよくあるんですけれどもこの作品も。 あのそういう楽しい日が何日かありました。あのな何をやってるんだろうっていうふうなのは、まあ言ったらえっ、ー、とまあじうんじ自虐でありまあじ自虐とか自嘲とかそういういう気持ちも含まれるんですけど、まあ基本的には楽しんでる時でしたね。あの映画の,の登場人物、まあ主人公の俺は一体何をやってるんだっていうっていうのはまあかなりえっ、ー、と 反省というか、まあ、そっち側の,この,の、えー、あれだったと思うんですけども,もあの撮影現場で特にそのさ,っさっきもお話に出たビルとビルの隙間のシーンとか、はい、あれはやっぱり撮っててあのこれはどういうシーンになるんだろうっていううに <laughs> 何を撮ってるんだろうっていうふうなのはあのさ寒い中、ね、みんな。 まあ俳優さんはそれどころじゃなかったかもしれないですけどあの日最初に撮ったカットがあの松尾隆さんそっくりな人形をビルの屋上から落とすカットだったんですけどあのカットのために、えっと、クレーン車呼んで,で,で上げてもらってクレーンその上の方に2 0ートルぐらい上の方に助監督が2人で人形を持ってるんですよね。ででさあ落とそう という時にっていうかもうそろそろそそいいいでですすかっていう,ふうになってるわけですよそれ下から行ってでなんかつくづくあの時思いましたよ「今何をやってるんだろう?」っていう <laughs> 人形を持って手が震えてるんですよ、ね、重くて助監督二人がこうね、えー、あのビルの隙間はあれセットで作ったんですけど片方は本当のビルでの壁でもう片方はあのあの作って立ててその間にゴミをねいっぱい置いたんですよね。 そこにあの松尾隆さんのそっくりな人形を落としてその横に森田さんにあまり似ていない人形が <laughs> 全然似てなかったすみませんでした <laughs> 一応あるんですよあれ撮ってる時はね一番あの何をやってるんだろうっていう <laughs> 楽,し楽しんでましたけれどもはい、はい、えー、っと今日は本当にあの足を運んでいただき初日からありがとうございました。 えー、そうですねもうそれ以上言うことがないんですけど、えー、なんかこう主人公が、えー、そういうままならない人生といいますか俺は一体何をやってるんだっていうことの連続の人生の中で、えー、そういうその連続性にあるところの隙間間、まあ、を音楽で埋めていたように。 えー、何かこ,うこの映画が皆さんにとって、えー、心の隙間をほんの少しでも、えー、埋められるものとなっていたら、えー、嬉しいなと思いますそれから、えーまあ、なんかその移ろいゆく時代の間、まあ、といいますか、えー、世界でいろんなことが起こってますコロナ終わってまだ戦争が続いてたり、えー、そういう,こう世界の沈黙、えー、静寂そういうものを あの間を埋めるような、えー、埋めることが、えー、音楽や映画でできるということを、えー、何かこの映画で伝えられればなぁとあそういうことをそういう力を持っているということを、えー、この映画でできればなぁと思ってましたそういうところを目指してやっていました。えー何かこう そういったものをそういったこうままならない人生とか時代とかそういうことをなんかこうノンシャラントに、えー、祝福できるような、えー、映画に、えー、映画を目指しました。えー、またぜひあの映画館に足を運んでいただければなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後に富永監督お願いします。はい。 えー、っとですね、えー、この映画は一人二役、えー、と池松君の一人二役というふうにあのなってますけれどもご覧になってあの少し気づかれたかと思うんですけれども一人二役というよりはあの、えー、と3年前の自分と今の自分が影響し合ってるみたいなそういうなので南博という人物の その時と3年前とちょっとだけ3年後の人が出てきますけどもそういうふうにあの同じ一晩の,の,の中で昔の自分に追っかけられるっていうあのそういう、まあ、ある意味主人公本人にと,とって悪夢みたいなそういう,いう一晩を舞台にしています。でそののち 追っかけてる方の3年前の自分っていうのは自分が今クラブのピアニストになりたいと思って追っかけている追っかけてるっていうよりあの誰か辞めてくれるのをこう待ってるででそれが3年後の自分だとはし知らないわけですよねだから、えっと、なんか常に、えっと、自分の,しのし知らないところで。 えと3年後の自分3年前の自分という,いう,いうふうなものがあのつきまとってるんじゃないかっていうふうなことをこの映画でやってみたわけです。でなんかあのそ,うそういう試みも含めて楽しんで,で,でいただけたらと思って,思ってるんですけども、まあ、それと同時にあの、えー、と主,主人公にとっての 先生と友達の映画っていうふうに僕は思ってるんですけれども、えっと、先生がその佐野史郎さんが演じた、えー、先生で「えっと、友達」って言って言って言うのが松丸君が、ね、やってくれた圭ケスという人ですけれどもだからそういう、あのー、人間関係の。えー にまあ人間関係によって自分が今できているということと常にあのさ三年前三年前えー、っと少し前ののののえー、っと自分自身と何かあの待遇の関係にになってるはずだというふうななんかそういうふうなあの。 えっと、ちょっと説明して、ちょっとわ,わけかわからなかったですけども。あの、難しい映画ではないんですけれども、何かいろんなことを考えながら作った作品です。えっと、ちょっと、あの。もう一回見てもらえたら、また、なんか違う、えー、違うものが見えてくるかもしれません。あの。えっと、よろしくお願いします。えっと、パンフレットも。あの。あります。と、あと、南広さんの、その。えー、本も。 これもあの、もしよかったら読んでもらえたらと思います。はい、今日はありがとうございました。